1人300と11だった気がするから、これ軽い疑問があって、麺そんなあった？よし、しめじちょっと切って切るぐらいか。もちもち薬味うどん、さていつも通りですが、300ずつ。やった、大さじ1、えい、入れて醤油を大さじ1ずつ。みりんも大さじ1ずつ。これ意外とあるな、なくならねー。でもほんとちょっとだから1回入れるか。ほんのちょっとだからっつったけど大さじ1半ぐらいなんですよ。いっか、いっか。うどん、あ、やべ、そこだけ取った方がいいって話なんだ。そこだけ取って入れちゃう、入れちゃう。しまったな、わかめ入れるって醤油控えめにせよ。塩結構入っちゃうな。きのこ、わかめ、ネギ、最高だ。ちょっとそれで済むよね。きのこ、きのこ、ネギは最後に入れるべきか、煮込むべき。火ついてるかも。全然沸騰してないんだけど、増してきた。出汁取ってね。わかめを入れまして、あー、うまい。わかめの、わかめときのこと、うまい。レンチンして、ほぐれた麺を、ほぐれてきたぜって言いながら入れて、キャッチ。あっ、熱っ、熱っ、熱っ、びっくりした。よし、で、こういうとこね、って合わせた。レンチン、はい、ほぐれてきたぞ。こんな感じ、ほぐれてきたぞ。新しく切ろうかと思ったけど、こんだけあれば上等だな。名前を呼ばれるとご飯がもらえると思う。一郎さんでもないです、すいませんでした。あっつい、これあっつい、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 マジだっつい。どうしよう、袋が持てない。ほらっぱ、あー、素晴らしいね。あっつい、麺も湯がいた、麺じゃねえや、
出汁も取っちゃったけんな。いきまーす。作りたてほやほやですわ。レンチンした麺がうまいはず。うん、もくもく、うん、あ、しまった。うまっ。ここにちょっとだけ一味かましたらまずさらにめちゃくちゃうまいからぶっ飛びますね。このだしめちゃくちゃうまいよね。うん、うまい。またきのことわかめがいいんだこれ。ぶっちゃけこの味付けだけでも全然美味しいけど、キノコとか追加するからもっと美味しい。マジで。うん。うん。うまい。うまっ。油が飛び散って波に来るんだよね、この人ね。鍋とか残念ながら今日は油飛び散ってないよ。残念でした。残念でした。